メアリー・チューダーメアリー・チューダーとサフォーク公、メアリー・チューダーは、チューダー長のイングランド王ヘンリー七世と王妃、エリザベスの次女で、フランス国王ルイ十二世の王妃。フランスでは、マリー・ダングルテールと呼ばれる。ルイ十二世の死後は、イングランド貴族の初代サフォーク公、チャールズ・ブランドンと再婚した。孫に、ジェーン・グレーがいる。フランス王妃だったのは三ヶ月だが、 公爵夫人となった後も、元フランス王妃と呼ばれた。そのためメアリーは、英語では、クイーンメアリーと呼ばれる。スコットランド女王メアリー・スチュアートやイングランド女王メアリー一世と、時に混同されるので注意を要する。当時のイングランド国王ヘンリー・パッセイの妹である、ことから、様々な結婚話があったが、1515 15年、フランス国王ルイ十二世と結婚した。 この時すでにチャールズ・ブランドンと恋愛中だったメアリーはヘンリー・パスセイに一度は政略結婚を引き受けるが夫の死後は好きな人と結婚させてくれるよう約束させる。当時すでにメアリーの祖父ほどの年齢だったルイ12世は3ヶ月後に死去した。しかしヘンリー・パスセイは最初から約束を守る気などなく次の結婚を考えていたが ルイ12世の次のフランス国王フランソワ1世がヘンリー・パッセイとほぼ同年齢でもありライバル心を持っていたためフランスでメアリーとチャールズ・ブランドンを結婚させてしまうフランスにチャールズを使わせた際妹に求婚しないように誓いを立てさせていたヘンリー・パッセイは怒り狂い二人がイングランドに帰ることを禁ずるが後に莫大な金を支払って帰国が叶う ルイ12世が結婚後わずか3ヶ月で死去したことに関しては早く死んでほしいと願っていたメアリーが狩猟や縁を連日模様して年相応のおとなしい生活をしていた夫から体力を奪ったためという説もある。メアリー自身は歴史上あまり重要な役割を果たさなかったが、その孫のジェーン・グレーはメアリーの老いであるエドワード6世の遺言により即位し、 大井三脱者として処刑されることとなる。また、ジェーンの妹たちも後に、エリザベス一世の次の大位継承候補者となる。幼き日のアンブーリンがフランスに渡ったのは、メアリーのジズとしてであったという説がある。義子に当たるヘンリーパス政妃キャサリオブ・アラゴンとは、懇意であり、1920年代後半頃、兄がキャサリンと離婚し、 アンブーリンと再婚し王妃に立てようと画策した際にはヘンリーパスセイを呼びアンと対立し裁判でもキャサリンを懸命に擁護したそのためヘンリーパスセイを支持する夫チャールズとも対立するようになったとされる結局キャサリンとヘンリーパスセイの婚姻の無効が認められアンブーリンとの再婚が決まりチャールズ・ブランドンがアンの戴冠式の責任者として 多忙を極める最中で死去した。ありがとうございます。